どうも、僕です。今、茨城県水戸市偕楽園内にある都玉線見に来やってきました。なんか澄んだ水が常に湧き出てる場所だったかな、確か名前の由来が。すごで、これが全部大理石らしいです。すごいね、すごいよね。以上、都玉線でした。